コーチ、こいつ調子に乗ってるので一度だけ力を解放していいですか。天井の隅に目からビームを出す女がへばりついている。目からビームを出せる女が他にできそうなこと。レスリング。ヒックシュ。吉田沙織のくしゃみ。試合開始直後、くしゃみによる衝撃で相手消滅により不戦勝。ジップの新コーナー沙織キッチンがオープニングから放送事故。吉田沙織というのかい。贅沢な名だね。今からお前の名前は霊長類最強の吉田沙織様だ。吉田沙織が誘拐された時にありがちなこと。もしもし、お父様ですか。何でもしますので娘さんを迎えに来ていただけないでしょうか。桃太郎、鬼を退治しろ。イージー、吉田沙織が仲間。ハード、誰も仲間にならない。ベリーハード、鬼が吉田沙織。ありがとう、借りてた DS 返すね。昔話に吉田沙織を登場させて変な感じにしてください。マッチ、マッチを組みませんか。広い光の中に山並みは燃えて。歌の練習なんてだるいぜ。沙織ちゃん、男子が練習しようぜ。だるいな。あ、サボってる。レスリング部の沙織ちゃん呼ぶよ。しゃあ。はあ、舐めてっとビーム出して焼いちまうぞ。若いな。決勝戦予想、吉田沙織対メカ吉田沙織。自転車盗難防止のポイント、防犯登録をする、鍵をかける、名前の欄に吉田沙織と書いておく。吉田沙織無双は襲いかかってくる無数の格闘家から自分を倒せる相手を見つけお嫁さんにしてもらうゲームです。シンジ君、あなたはこれに乗るのよ。ドアに貼る NHK を追い返すためのシールが大好評。やべ、人がいた。なんだガキじゃねえか。たかしの友達吉田沙織登場。ひー、お助け。やたらとでかかったりむやみに炎を吐いたりもしましたけど、まあ若かったですね、あの頃は。世界一続きが気になる書き出し。この話をする前にまず吉田沙織の弱点について話さなければなるまい。吉田沙織が宇宙から戻ってきた時に言いそうな名言。生身で大気圏突入はちょっと熱かったです。それが全ての判断を狂わせ、開戦以来初めての大敗北となった。対局相手の符がひっくり返ったら吉田沙織と書いてあった。マスター、吉田沙織をイメージしたカクテルいただけるかしら。かしこまりました。5分後。お待たせいたしました、鬼殺しでございます。バンジキュースか。吉田沙織がボケての存在を知った。あ、あ、ふふふふふ。